間もなく美術教師が産休に入る。その代わりを務めるんだ。あんたが尚恵学園の美術教師になるんだ。年齢なんてどうでもいい。その程度のこと俺ならどうとでもできる。もっともいくら推薦してもあまりに能力が低いとクビになる可能性はあるな。そうか、それじゃ俺からの条件だが。一方的に自分の都合だけ押し付けるのはわがままだと言っただろ。あんた家事は得意か？ならいい。俺が教師として推薦してやる代わりにあんたは俺の家の家政婦をやれ。泊まり込みで給料は月35万、部屋は個室を用意してやる。これ以上ないいい条件だろ。家事全般をやる使用人だ。知らないのか？それじゃ、早速家まで来てもらうぞ。当然だ。契約はもう済んだんだからな。さっさとついてこい。主人の時間を無駄にする気か？着いたぞ。突っ立っていないで、さっさと入れ。時は金なり、時間の無駄だぞ。さてと、まずは何をやってもらおうか。
ニュースも見ないような人間に説明するのはさすがの俺でも少々骨が折れるな。面倒だから説明はしない。おいおい自分で調べておけ。いや、ここは俺の家だから誰を雇おうと俺の自由だ。俺の親は海外住まいが長いからな、学園に通うためにこの家をもらったんだ。もういいだろ、無駄話は終わりだ。さてと、まずは何からしてもらおうか。気が合うな、同感だ。だが幸い二人暮らしじゃない。ここには俺の他に三人男が住んでる。全員小系の生徒だ。ちょっと待て、あんたは俺の使用人だぜ。つまり俺があんたのご主人様なわけだ。この家に住まないというなら教室推薦も家政婦契約も取り消させてもらう。それでも出ていくか。自意識過剰なところ申し訳ないが、一人の女嫌いを除いて女に不自由している奴はいない。大体ガキ相手にそんな気になるかバカ。あんたのこと安心したか。それじゃまずは掃除だ。一通り頼んだぜ。俺は朝食は平日6時半、日曜は7時。風呂は毎日磨いて夕方には入れるようにしておいて。買い物はここから歩いて5分くらいのところにスーパーマーケットがある。当座の金と家の鍵だ。なくすなよ。それから携帯電話をやる。いつ何時でも俺に呼び出されたらすぐに駆けつける。いいな。少しは骨のあるやつだと思ったが、見込み違いか。がっかりしたね。楽しみにしてるぜ。それじゃさっさと始めろ。
そうか、お前の部屋が今確定したぜ。掃除が終わったらリビングに来い。お前の部屋に案内してやる。地下だからな、窓もないし。何を言ってるんだお前は。れっきとした部屋だろ。呼び出し用の電話もついてるし、折りたたみ式のベッドもある。本来は運転手の仮眠室なんだが、お前に貸してやるよ。専用のシャワーとトイレ完備。これだけの部屋にただで住めるなんて幸せ者だぜ。感謝の言葉。それじゃ、次は洗濯だ。キリキリやれよ、いいな。ん？ああ、ただいま。誰の彼女？セイかな。僕は松川伊織。君は？ここに来るのはいいけど、暗くなる前に帰りなよ。なんだったら僕の車で送ってあげようか。へえ、家政婦ってことは和也が君を雇ったのかな。それは興味深い話だね。ごめんごめん、あんまり可愛い家政婦さんだからつい。カズヤも面白い子を連れてきたものだね。見直したな。おや、気に食わなかったかな。面白いというのは褒め言葉だ。少なくとも僕にとっては。それじゃあ僕は部屋に戻るから、いろいろ大変だとは思うけど無理はしないように。おい。
この家の間取り図だ。お前の頭じゃ覚えきれないと思って作ってやったぜ。仕事が済んだら誰の部屋がどこにあるか把握しとけ。ただし余計な詮索はするなよ。わかったな。こんばんは。よかったら何か弾く？そう。でも君とは会ったことないね。ひょっとして泥棒さん？よろしく。僕はセイ、一味はセイ。僕はもう少しここにいるつもりだけど、君は？そっか、残念。じゃあね。おい、誰だよ、家の中に女入れたやつは。ふざけんなよ、ったく。あーうぜ。誰の女か知らねえけど、俺に話しかけんな。あんたみたいなガキが？移動の野郎、何考えてんだ？マジかよ。ったく、移動の野郎、ろくなこと考えねえんだから。そうだ、俺もここに住んでる。名前は羽倉麻希。
御堂が雇ったっつうなら仕方ねえけど、俺女は全般的に嫌いなんだ。うざいし話になんねえし。あんたが家政婦するのは勝手だけど俺には関わんないでくれ。いいな。ったく、女と同居なんて冗談じゃねえよ。